せーの。この番組は今日のスポンサーの提供だ。シャウト品評会やっていただきます。やっちゃうかー。ザ・ボイスクリーム講師のネスの兄さんもんでございます。塾家でボーカルやってますリコと言います。よろしくお願いします。デビルーフのボーカルのケイスケです。やったこの辺を結構対応して。あーそうなん。やばなるほど。細かいかもしれない。確かに。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係のお話とか、ポイントの関係のお話、アップロードしますんで、まだチャンネル登録を済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。つなげたらいける。で、これ、ローです。ローですね。素晴らしいです。ミドルか次。ミドルね。ミドルね。ミドルは、以前動画で。そうだね。ジジーシャウト系。ジジーシャウト系。これはもう。はいはい。知らないか、知らない人いるから、知らない人1万人ぐらいいるから。確かにね。そうだよね。確かに。みんながみんな見てるわけじゃない。そうだよ。勘違いしてました。もう一回一から。もう一度、はい、お願いします。やっぱね、息って圧縮しないと強く出ないんですよ。なるほどね。これはもう物理現象として、全部そういう風にもうこの世の中そうやってできてるんですよ。世の中。この世の中すごい。だから鼻から息をまず吸うんですよ。はい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 。なるほどね。で、鼻で息を吸った後に口に吸う。なるほどね。より吸えるからね。そうそうそう。で、それだけでも正直いいんです。丸1丸2そう十分吸ったよ。いい声ではない。めっちゃ吸ったよ。だけどそこから詰めてんだよ。あ、そういうことね。さらに吸ってるとか。さらに吸ってる。ヒヤーイ。うるせえ。これがジジシャウト。ちょっと今息吸いすぎて最初ちょっと吸いすぎて酸欠になる。それが面白い。それが面白い。そうそう、吸いすぎて詰まっちゃってめっちゃ面白い。で今度出しすぎて少し抜けちゃうっていう。ふざけすぎました。そう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 。これがね本領じゃないから、ふざけてるからね。ちゃんとね、本当はいつもだったらうわかっこいい。これがめっちゃかっこいい。めちゃくちゃ使ってます。それリッチョっぽいな。リッチョっぽい。マジか。これ DDJ のその3バンドの中だと結構珍しいというか。珍しい。そうっすよね。そうだね。あんまりね、リッチョオリジナル、リッチョオリジナルって感じがする。そうなんです。なるほどね。それはさっきのローとはやっぱちょっと違うんだね。違う、出し方がいっぱい使ってる。こっちはめっちゃ出す。なるほど。出すってめっちゃ出す。はいはい。だけどローに関してはあのまあエコで、エコで、まあローとハイは俺はそう。なるほどね。ああ、なるほどね。じゃあしんどい、やっぱり。ミドルが。一番しんどい。しんどい。いや、でもそうですよね。一番しんどいの、こうやってバーンって曲が終わるじゃん。いやーとかで、白玉でやってる時は正直もう頭から腰出てます。ああ、腰見えてる。もう来なかった。わかるわかるわかる。わかるわかる。めっちゃわかる。なるよね。めっちゃわかるよ。白が一番なりやすい。いや、なるこうバーンって出てくるからね。そう、気をつけてくださいね。本当に。そのタイミングが来るのかわかんないですけど、そうですよ。これが俺が見てる。ああ、いいっすね。ちょっと長くなっちゃいましたけど。いやいやいや、かっこいい。そっか、ミドルな。俺の一番真ん中のミドルっていうか、一番よく使うのは、いわゆるメロディーが乗るやつっすね。家で行くんだったら、いやーい、はい、いやーい、いやーい、系だね。はいはいはい。確かにね、乗ってるね、メロディーがね。あ、そう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 。まあこれがミドルで、これのいいとこは割とやっぱ小回りが効くんですよね。ミドルしんどい説あったじゃないですか。ミドルしんどいんですけど、確かに一番これなんかね、意外と歌詞終えるんですよね。この状態で全然喋れるっていうか、お普通にこういう感じで。なるほどね。そんな辛くないかも。息は結構使うけど、はいはいはい、発音が聞き取れるね。発音は聞き取れるし、そうだね。そう、確かに確かに確かに。なんか鏡とかがよくやるとかはなんかね、むずいというか、これしんどいんですよ、結構。吐いてるもんね。吐いてる、そう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 。そう吐いてるから。量が多いってこと。だからメインじゃないんですよね。使うんすけど、メインじゃないかもしれないな。ちょっとミドルね、俺ミドルね、そう使わない。そうですよね。ね。なんか、ニュアンスの中でたまに組み込んでくるぐらい。そうね。そんななんかもう、低いか高いかみたいな。ですよね。音楽的にもね、そうですよね。どんなもの。いやなるほど。ここら辺。うわ、すげえな、これ。すごい。どうやってんのか分からんもんな、これ。いや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 。マジで。だから、あーっつって、あーっつって、イエーイ
ますよ。そうですね。そうそうそう、確かに確かに一番わかりやすかった。便利ね。そうそう、でこれ確かにあんま聞かないかもしれない。ね、あんま使わないかも。そうですよね。しんどいから。そうですよね。響きの位置やっぱローより全然高いっすね。あ、そうね。そうだね。そうだね。顔の真ん中ぐらいに来てる感じだな。響きの位置を変えてるだけかな。ああ、的にはそう、ポンポンは一緒で、はい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 、響きの成分とか、ただピッチを高くして響きの成分を変えてるって感じですかね。そうか、面白。復習する？うん、復習する。復習しましょう。ピッチのミドルこれ自信シャウト、自信シャウト、自信シャウト、いきますよ。いやーい、はいはい、これが自信シャウト、自信シャウトね。俺メロディー系で、いやーい、まあこういう感じかな。違うね。いやー、おー、いい、違うわ、やっぱ違う、違うね、やっぱ違う。語尾がかっけえ、確かに。そう、語尾、そうそうそう、終わりのところの切れるところがめちゃくちゃかっこいい。わかる。一緒にやる。一緒にやるか。一緒にやるか。せーの、ね、せーの、いやーいやいや、ちょっと違った。さっきよりはちょっと違った。音程がね、わかりやすかったか。確かに確かに確かに。せーの、地声が乗りますから、うん、確かに。これミドルでございます。これがミドルですね。はい、で次はもう、はい、はいね、うんうん、はい、はあんまり使わないんだけど、こんな感じ。おー、やややややあんま聞かないよね。あんまり確かに聞かない。ジルクあんまはい入ってこない、ね、うん、確かに。でも要所要所かな、うんうん、要所ね、うん、そうだね。そう、まあミドルがメインなんだけど、あの、まあ、その中にロートさとか、はいがないとちょっと面白みがなくなっちゃうから、うん、こういう感じだでもこれもバッチバチ言ってます。かっけえな。かっけえ。振り戻りスペクトス。あ、確かに。これは本当にアレキシン感、アレキシライコすごいっす。あの、ジャリジャリ系っていうか、そうそうそう、小悪魔系ね。そう、いやいやいや系ね。うん、悪魔、悪魔系ね、こういう感じですね、自分の肺は。ホンロ肺はやっぱなんかあんまり個性出にくいとこかもしれないですね、うん、今聞いて思ったら、うんうん、なんかやっぱレンジが、狭まるというか、あー、まあ、あー、やちょや、僕らがこれぐらいいる感じですよね。俺これぐらいなんですよ。はいはいはい。まあやっぱ成分は違うけど、なんか確かに、うん、似てるって言われたら似てるかも。ポジション感としては似てるかもしれない、ね、まあベースで使うのがこれですかね、うん、一番楽なのが、うん、何もやってないっていうか、はいはい。これケイちゃんがめっちゃ気になるよ。確かに。あ、俺も、はい、一回一旦やってみます。一旦、はい、高いやつ。いや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 、え、違う、全然違う。え、なんか違う。てか、ちゃかったな、確かに。すげえ。俺今、舌をすごく見てたの。ああ、ね。意地良かったな。舌の形がやっぱ、ケイちゃんすごいわ。確かに確かに。お皿みたいになる。わかるわかるわかる。そう。ああ、なるほどね。すごい。そう、真ん中になんかこう、500円玉乗っけたかのような。確かに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 。本当に初めて見たけど、そのとおり。そこだけ。他にもあったんだと思うけど。確かに。卵とかあったんだと思うけど。500円ね。大阪だからね。大阪さん。そうだけど、たまに行きましょう、500円。100円ちょうだいみたいな。スーパーたまでに行ってね。そう。たまでやったらいろんな。いろんな買えるよ。スタマネだったらね。お弁当も買える。お弁当も買えます。めっちゃ買えます。飲み物も買える。もうセットで買える。お腹いっぱいです。スーパーたまでね、言われる。チャンネル登録お願いします。でも舌の形がすごい独特、ね、これあの多分近くとかであんま見せらんないと思うけど、確かに確かに、俺間近で初めて見たから、うんうん、ライブ映像とか見てるけど、そうだ、確かに。あと思ったら息の量が俺らよりちょっと多いかもしれない。肺はうん、しんどいだから肺は全部しんどいじゃん。老が一番俺が老楽そうですよね。はいはいはい、はい、まあ多分その元々の声質とかもあるんやと思うけど、そうか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 、高くなるにつれてしんどい。あ、それ面白いっすね。ね、でも逆に言うとずっと呼吸量一定でしたよ。なんかああ、なるほど、高いのとミドルとロー全部一緒でした。ここで全部やってる感じ。全部全部やってる。それがいいんだろうな、気持ちいいもんな。だってあと移行がうまいじゃないですか。めっちゃうまい。ツルツルいくじゃないですか。全部ここでやってくから多分こうすぐいけるんですよね。ほらほら、ね、めちゃくちゃすごいよね。下が上手にしたの。これおもろいわ。俺はい、逆に一番楽だわ。そうかもしんない、うん、あんま出さないけど、うん、まああんま出さないのではなんかこうすごい楽だから出さないっていうのが、そうか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 、そう、苦しそうに見えないから。ああ、そうそうそう、余裕だよね。まあ それこそね、人によってパフォーマンスの仕方とかあるんだけど、うん、結構苦しそうにというか、その全力のシャウト以外誰か聞きたいんだっていう感じだから、俺あんまり使わない。なるほどなるほど。叫びですからね。そう、叫びですから、シャウトはね。面白いですね、まあ、自分の場合はね。面白い。じゃあ最後に、
別になんか必殺技みたいなやつをやってほしいっすね。必殺技はね、俺はね、大阪の方々に学んだんですけど、うん、大阪直伝のピックスクリーンってのがあるんですよ。あ、はいはいはい。大阪のピックスクリーンはやっぱすごい強い。なるほど、はいはいはい。俺の得意技は、大阪初めて聞くかピックスクリーンですね。おお、まあ、でもそうかそうか。そう、ピックはよく使う。確かに。ここぞっていう時来るよね。めちゃくちゃ高いピックやと思った。だけど、いろんなね、その追い気によってあれだけど、うん、こんな感じです。はいはい。やべちょっと。でもこれも楽っすね。いや、豚さんや、豚さん。すごい。ここから出てる音が。この豚やな豚だ。豚です。豚すぎる。この豚野郎これ豚野郎だわ。出た。やっと言えた。一回やったからね。出た。そうだそうだ。お返しお返し。お返し。編集大変だ。一回また動画作んないと。持ってこないといけない。あれね、うん。そうだ、これすごいわ。ピエーってこっから。やばい。綺麗綺麗。めっちゃ綺麗。綺麗ですね。こう変えたりとか。すげえ。最後ら辺なんか他の音も入ってなかった。確かに。2音と3音。本当にそう、本当にそう。2音。2音入ってた。2、3音。すごい。これやばそう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 。すごい。いっぱい鳴らすのが大阪直伝のピックスキル。すごい。大阪直伝だったな。そうですか。めちゃくちゃすげえ。大阪もピックスキルの国で。ピックスキルできない人がいる。怒られないですか？いないよ。見たことないもん。だってできない人。どうやって検証したんだよ。リチュリチュって来るよ、大阪。ウィーって。そうそう。ウィー挨拶。確かに。だってデビルフメンバーみんな。マイドじゃないんだから。マイドじゃない。マイドじゃない。でもみんなで来て。あのね。みんないい。みんなで来てみんないい。それをちょっとね、拝借して、あ、これかっこいいわ。ピンクね。そう。使わせていただいてますね。いや、めっちゃ綺麗でした。ありがとうございます。俺どうしよう、何がいいかな。まあ、ホイッスルなのかな。あ僕これですね。これかな。これやっぱね、俺わかんないの、いまだに。照明割れたもんだって。ね、おうそ。いろんな人のその特徴とか捉えて、ああそうです、ね。いろいろやるけど俺、それはマジでわからない。あ、それ嬉しいですね。うん、それはなんか必殺技。コピー不可。成り立つな。成り立ってる。難易度は難しいんですか。難しいですね。ただできますよ。誰でもできる。できる。どんな感じで。どんな感じでそれ。誰ともできる。どんな感じで。あ、これやり方あって。はい。やり方あるんですよ。なんか普通にまず声出すじゃないですか。はい、あーって。あー、まあ、できるじゃないですか。で、まあなんか。エチボイスってあるじゃん。ああ、エチボイスな。で、これなんかこう口の中で混ぜるんですよ。乳化して。あ、そうです。真っ白なの。乳化するんですよ。で、そうすると、方程式が成り立ってないの。エッジ出てきてないの。悪の地声も出てきてない。おもろ。すごいな。これっすかね。ありがとうございます。大阪、大阪ね。ね、やっぱ大阪直伝の。はい、やっぱその、あれか、飛び道具で言うと、あれか、あれか、あれか、あのね、あれがね、あれか、ああ、はい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 。いや、そうですよね。なんか代名詞になりつつあるんですかね。やってほしいな、これ。こんな感じでやりますよ。はいはいはい。何個パクってんねん大阪最高だぜイエーイすげーできんのえできんのなんでできんのよ、ね、できるよこの間までできなかったじゃんいやそれ魔法に言ってないずる言ってないだけそうなのできるようになってんすよ、うんやばくないこれがプロやすごいわこれすごいこれはね吐いてそうですね吸ってを繰り返してる、うん、そうです無限にいけん無限にね、できるんですよ、こうこうだから。呼吸してるだけですから、これ。そんなことない。誰でも。吐いてさ、もうすごい、いたて普通の。生きるの必要なこと。生きれる。そう、生きれる。そうこれ、難しい。生きる。生きる。いや、これ、皆さん、すごく、興味深い動画になったんじゃないかなと思いますので、今日の動画、面白かったよという方は、ぜひ、グッドボタンと。あとこんな動画やってくれとか何かあったらリクエストとか、コメントくださいぜひ感想とかも待ってますんで、そんな感じでございますチャンネル登録お済みにない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますデビルフト中華もチェックよろしくよなありがとうございましたバイバイバイバーイバイバーイ